どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。エルピスですね。希望あるいは災いということで、カンテレ制作、毎週月曜夜10時ということで、今日は第2話となります。2話ね、先ほど見終わったばかりなので、感想動画を皆さんにお届けということで、見ましたか皆さん、第2話。いやー、なんかね、かなり、重いテーマのドラマ、冤罪ですからね、やっぱり重いテーマとドラマになりますけども、いや、結構ね、見応えがあって、まあ、正直、今ね、僕4つのドラマを見ているんですけど、で、まあ一応全部ね、4つのドラマを 動画作っているんですけど、個人的にはね、今これが一番気になってますね。ダントツで一番ですね、これが。面白いです。今日第2話もね、見ましたけど、めちゃくちゃ面白いですね。ただ、これね、今回の、クールの、ドラマ全般的に言えることなんですけど、テンポはあまりよろしくないですね。まあ、今回のやつもですね、第1話と、まあ、第2話まで見たんですけど、まあ、これね、1話でまとめられないかなと思ったんですよね、1話と2話。まあ、1話で十分いけるでしょうみたいなね、感じなので、今回もね、そんなに大きく話は動いてないんですよね。登場人物も例えばね、この人出てますかね、この首都新聞政治部記者の笹岡っていう人、まだ出てないし、で、今回ですね、この弁護士の、死刑囚の弁護士の木村卓っていうのかな、木村先生が、今回やっと出てきましたということで、なるわけですけど、で、まあ相変わらずですね、このチーフプロデューサー、冒頭からセクハラ発言、パワハラ発言で飛ばしてましてね、まあとにかくですね、この浅川恵那っていうのは、前回のこの岸本から、まあオファーを受けた、そのいわゆる松本死刑囚による、なんか冤罪事件の、追跡調査ですね。まあ、彼が持ちかけたんですけど、まあ、彼はこのプロデューサーに反対されて、お前結構、冤罪を暴くということは国家権力を敵に回すってことだぞ、お前消されるぞ、みたいな、言葉に、まあ、ビビってしまってですね、僕降ります、みたいな感じで。で、どういうわけかね、この浅川恵那は、この事件に食らいつこうとしているんですよね。ちょっとね、そこら辺のいきさつ、僕もよくね、第1話、第2話を通して見たんだけど、今一つわからない。何か決定的に、この人が冤罪だと思えるような、何か決定的な何か材料があるわけでもなく、今回ちょっとこれを追ってみようみたいなね。まあ自分自身の戒めというか、矜持と言いますか、ニュースキャスター、報道陣としての矜持なんですかね。これを追って、あんまりこの事件についても彼女はそんなに詳しくはなかったんですけど、まあ、どういうわけかこの事件に入れ込んでいるんですよね。で、肝心のこの岸本拓郎はそうでもないというね、まあ、尻尾巻いて逃げちゃったわけですけど、一体どういうことなのかってことなんですね。まあ、とりあえず、このね、チーフプロデューサーの村井ですけど、まあ、かなりなんていうかね、辛辣というか悪辣なキャラクターで、まあ、結構こう、今時ありえないようなパワハラ発言、セクハラ発言は繰り出してはいるんですけど、なんか前回もね、案外部下思いなのかなみたいな。要するにこう、安易に冤罪事件に手をそ、あのー、足を突っ込もうとする岸本を、まあ、半分脅し文句とはいえ、なんとか止めようとしてましたよね。まあそういう意味では、彼はやっぱり、バリバリの報道畑にいた人で、まあ、いろいろと、なんだろう、トラブルがあって、まあ多分、人間トラブルがあって、報道畑から、このバラエティ、情報番組に飛ばされたっていう設定らしいんですけども、まあ彼はね、報道に長い間在籍していたから、いわゆる国家権力絡みの案件がいかに危険であるかっていうことは身に染みて分かってるわけですよね。だからそんなものに、この若手ディレクターの岸本君が首を突っ込もうとしたから、まあ、とりあえず乱暴なことを言いながらもね、
まあ、止めたと、まあ、そういう意味ではね部下思いなのかなとは思いました。で今後このドラマの僕はこの人がねキーパーソンになっていくの、まあなんとなくこのね、鈴木亮平さん演じる斉藤翔一が、キーパーソンになっていきそうなんだけど、影のキーパーソンとして僕はこの人がね結構美味しい役どころになっていくんじゃないかなと思ってます。今すごくねまあ主人公にとっては敵対するようなキャラクターではいるんだけども、まあいろいろとこう主人公が一生懸命やってる姿を見てですね、だんだん肩入れするっていうか、いやむしろ、強力な助っ人になっていくんじゃないかなって、そんな感じがしますね。うん。で今回この渡辺彩さんですかね、脚本家の、まあ僕ね今回この渡辺彩さんのこのセリフ劇とか脚本とか見てですね、やっぱり優れた書き手なんだろうなっていう、だからやっぱりキャラクター使いもねすごくうまいんだろうなっていうことで、もし僕がこの脚本というかね物語を書くのであれば、やっぱりねこのチーフプロデューサーの村井はうまく使いたいなと思うんですよね。で今は敵対するキャラではあるけども、まあこういったなんていうか、いわゆるツンデレですよね。今はツンですけど、やがてデレの方に回っていく、うん。結構魅力的なキャラクターとして描けていけるんじゃないかなと思うんですよね。うん、逆に、この官邸キャップやってるこの鈴木斉藤翔一っていうのは、すごく彼女にとって味方になってくれそうで、案外ラスボスになっていくのかなみたいな。要するに、最初は味方でいてくれるけども、途中から手のひらを返してくるんじゃないかなって、そのタイミングで彼が逆に今度は、浅川たちの味方になっていくのかなって、そういう展開になっていくんじゃないかなって今思うんですけど、それはそれでね面白くなっていくなと思うわけですよ。うん。でまあ浅川はこの大山さくらにですね、この事件のことを追うことを告げるわけなんですよ。で大山さくらはこの松本良夫死刑囚に、事件当時かくまわれていたんですよね。彼女は、まあ、内縁の夫というかその自分のお母さんの内縁の夫からひどい虐待を受けていて家出したんですよね。で家出した彼女を、まあ拾ってくれたというか家にねかくまってくれたということで、でまあすごく優しいおじさんなんですよ。まあ人もねすごく良さそうな顔してますもんね。なんかすごく人のいい優しいおじさんなんですよ。まるで本当の娘のように接してくれたっていうことで、彼女はこの松本良夫さんにものすごくやっぱり恩義を感じているんですよね。だからいきなり警察が踏み込んできて、連れて行かれちゃったと。で彼女のことをもう、まあ要するにロリコンだと、まあ、性的目的で略取したんだろうということで、マスコミもそのように書き立てて、松本さんはそのまま自白を取られてね、警察の必要な調べで自白をしてしまってそのまま死刑が確定してしまったという流れらしいんですよね。だけど大山さくらは、やっぱりおじさんはそれあのおじさんがそんな女の子たちを殺すなんてそんな人じゃないと。でもね彼女も確信には至ってないんですよね、うん、やっぱりこの松本良夫さんの知らない面もあるから、こう安易に彼が犯人でないとは確定できないんだけど、まあ、とにかく自分の知る限り一緒に接していた短い間の、松本良夫はそんなことをするような人間ではなくて、むしろ心優しい善良な人間だったと、まあ、彼女は主張しているわけですよね。だからこそ岸本を脅迫してこの事件のことを、フライデーボンボンで取り上げさせようとしたっていうのが第1話までの流れだったんですよね。で、まあ、とりあえずですね、浅川恵那はこの事件のことを追跡していこうということで、まずはいろいろ資料を調べて検察側と、弁護側の当日の事件当日の松本良夫の行動をまず調べてみるんですよ。それによると弁護側と検察側のこの、まあ、証言というかね、主張が大きく食い違うんですよね。まあ、とにかく、事件当日大山さくらはですね、松本良夫の作ってくれたカレーを食べているんですよ。で彼女は彼女は誕生日で松本良夫にね、誕生日まで祝ってくれているわけなんだけど、まあ誕生日当日だったのかな、カレーを作ってくれてケーキ、
そうだね、ケーキまで買ってくれたんですね、誕生日ケーキ。で、彼女は、まあ、かなりすさんだ家庭に育っているので、誕生日ケーキを振る舞われるっていうのが、もう初めて、生まれて初めての経験で、それがとても嬉しかったんですよね。まあ、そういった恩義もあって、松本さんのことは信じている。で、その日、事件当日、ケーキを持って買ってきてくれて、カレーまで作ってくれた。そのカレーを食べているわけですよ。で、そのタイミングで、そこから、まあ、数日後、警察が逮捕にやってきたわけですね。だから、事件当日、とりあえず、大山さくらは、一緒にね、松本良夫と過ごしているわけです。問題は、その、松本良夫が家に帰るまでに何をしていたかっていうことですよね。で、検察側の主張としては、八頭尾山に行って、まあ、女子中学生を殺害して、その時に走って逃げたっていうね、目撃情報があるっていうことを証言しているわけですよ。ところが、弁護側としては、仕事を終えて買い物をして、ケーキを買って、まあ、カレーの具材をスーパーで買い、ケーキ屋さんでケーキを買って、家に帰って、カレーを仕込んで、まあ、彼女がね、大山さくらが帰ってくるのを待って、誕生日祝いをしてあげたっていうのが、弁護側の、まあ、証言なんですよね。主張なんですよ。で、この、浅川恵那はね、まあ、いわゆる時間の整合性を調べてみるとですね、もし検察側の主張が本当に正しい、検察側の主張を再現するとですね、家に帰ってからカレーができるまでに10分しか時間がないんですよ。10分しか時間がないわけですよね。まあ結局八頭尾山に行って女子中学生を殺してそのまま自宅に帰ってきて、で、カレーを作ってそのカレーを大山さくらに振る舞うまでに約10分しか時間がないんですよね。たった10分でカレーが作り直せるのかと、そこに疑問を持ってる。こういったところもうまいよね。ミステリーを作り込むにあたって、こういったね、なんて言うんだろう、矛盾点ですよね。この人を犯人とするには矛盾が生じるっていうところに、こういったカレーを持ってくるのうまいなと思いましたね。あ、10分でカレーが作れるのかっていうことで。で、実際ですね、その後、岸本がね、やっぱりなんだかんだ言いながら、事件、この調査から降りるって言ったんですけど、ずっとなんか目力でね、強い目力で、エナのことを見つめていて、何あんた一体何なのよって言ったら、やっぱり僕お手伝いしようかな、もう一回やってみようかなみたいなこと言うんですよ。お手伝いくらいはできないかなみたいな。いやいや、正直国家権力には勝てる気はしないんですけど、あなたでも国家権力に立てつくってことになるって前言われたよね、覚悟があるのって言われた時、いやいや覚悟はないんですけど、なんか手伝いたいみたいなこと言って、浅川は、いや、この岸本という青年はバカなんだろうかみたいな、まあ、心の独白をするわけなんだけど、ちょっとこの子も何考えてるか分かんないところあるんですよね。やっぱり、なんだろう、根はいい子なんで、育ちもいいし、で、お母さんもお父さんも弁護士なんですよね。で、お父さん亡くしていて、すごく正義感の強い、要はお金にならないような刑事事件を率先して請け負っていた、弁護士さんらしくて、おそらくその DNA、正義感の強さみたいなのがやっぱり彼も受け継がれていて、かといってでもヘタレなんですよね。気弱でヘタレだから、強くは出られないんだけど、まあ、気になってしょうがない。だから自分も、持ちかけた手前、浅川恵那にね、のお手伝いをしたいみたいなことを申し出るわけですね。願い出るわけですよ。申し出るわけですよ。まあ、とにかく浅川としても一人でやるよりは、仲間が多いには越したことがないということで、まあ、とりあえず、タッグを、また再びね、タッグを組むことになりました。で、この二人で、事件当日、この松本の動きですね。事件当日の松本の動きを再現してみるわけですよ。まあ、もっともこんなことはね、弁護側も検察側も当然検証済みだとは思うんですが、まあ、岸本も岸本なりに、その松本の当時の動きっていうのをね、検証した。要するに、ちゃんとスーパーで具材を買って、ケーキ屋さんでケーキを買って、自転車で、家に帰ってみたいなことやるんだけど、まあ、要するに検察側が主張する、
時間スケタイムライン、タイムスケジュールで、タイムテーブルでこの松本が動いたとすると、どうしてもね、急いで帰るとどうしてもケーキがぐちゃぐちゃになるっていうんですよね。だけど大山さくらは綺麗なケーキを食べているわけですから、だからおかしいっていうわけですよ。こういうとこもね、なかなか面白いなっていう、ケーキがぐちゃぐちゃになるっていうね、これ着眼点がうまいなと思いましたね。ただ果たしてそのカレーが10分でできるのか。で、実際カレーも作ってみるわけですよ。今度はね、浅川愛菜が彼をね、自宅に招いて、カレー作ってみたから食べてみてって言うんですよ。で、実際食べてみるんだけど、いや、これまずいですと。なんでまずいかっていうと、愛菜がですね、10分間で作ったカレーなんですよ。10分しか煮込んでないんで、まず野菜はめちゃくちゃ硬いわけですよね。で、味も染み込んでないから、やっぱりまずいわけですよ。だから、でも大山さくらはそのカレーをうまいともまずいともは言ってないんですけど、当時どうだったんですか、それについての言及は今のところないんですよね。だからもしかしたら野菜が硬かったかもしれないし、どうなんですかね、そこについての言及がないんですよね。カレーがうまかったまずかった、野菜がねどうだったか、具材がね硬かったかどうだったのかっていうことは大山さくらにね、聞くべきだと思うんですけど、そこに対するまだね、言及がなされていないんで、ちょっとまだわからないんですけども、ただね、カレーの出来栄えとかケーキがぐちゃぐちゃになるかならないかなんていうのは、おそらくですけど、まあ僕もそんなに司法には厳しくはね、詳しくはないんですけど、刑事裁判にはね、ちょっとね、裁判官を納得させるには、まあ、これ弁護側の主張として、ケーキがぐちゃぐちゃになるでしょうとか、10分でケーキ、カレー作るの難しいでしょうっていうのは、それでね、覆すっていうか、裁判官を納得させるにはちょっと弱いのかなとは思うけど、ただ松本良夫のが犯人かどうかっていうことに関する印象として、心証としてですね、まあ、確かに松本良夫を犯人にするには、このタイムライン、タイムテーブルでは若干無理があるのかなっていう取っかかりにはなりますよね。まあ要するに疑いですよね。だから浅川愛菜も、もしこれがね、カレーとかケーキがなければね、やっぱり犯人なのかなーで終わっちゃうと思うんですけど、やっぱり調べてみるといくつかの矛盾点が出てきていると。で、今度ですね、浅川のもとに松本良夫から手紙が来るんですね。で、私はやっていない。結局、どうしてこうなっちゃったかっていうと、まあ、警察の取り調べがあまりにも厳しくて、暴力的で強引な自白。ね、まあ、結構暴力も振るわれていたみたいです。髪の毛引っ張られたりとかね。で、取り調べって、大体そうだね、最長23日間ぐらい行われるので、なかなかね、2週間、3週間耐えるっていうのは結構厳しいと思うんですよね。まあ今はね、録音とか録画、取り調べの様子は録音、録画しなきゃいけないとは思うんですけど、そういうルールになってて、まあ弁護士さんもね、なんかこうひどい、尋問を受けていたら、そこにクレーム入れたりみたいなことができるはずなんですけど、弁護士さんはね、そこら辺はどうだったのかなって思いますけどね。まあもっとも今ね、刑事訴訟法では、自白って昔に比べるとそんなに重要視されていない。やっぱり証拠、物証、証拠ですよね。証拠至上主義なので、まあ今はね、なかなか自白だけではね、有罪に持っていくのは難しい。やっぱり合理的な、状況証拠がなければ、なかなか難しいとは思うんですけど、まあただね、結局死刑判決が出ちゃってるので、まあそれなりの合理的な、状況証拠なり物証があったんでしょうね。ただね、和歌山カレー事件なんか見ても、直接的に林真須美さんが犯人であるという直接的な証拠がないにもかかわらず死刑判決出てますからね、なんとも言えないですよね。推定無罪というわけでもなさそうっていうかね。まあ今回ですね、このドラマにしろサイレントにしろそうなんですけど、まあ、今回このね、秋クールのドラマはとにかくこう優れた脚本ですね。
脚本が優れているなっていう、特にこのサイレントもそうだし、このエルピスもそうなんですけど、セリフ会話がね、なかなかこう刺さる会話多いんですよね。前回はこの村井チーフプロデューサーのねが岸本に放った言葉がねめちゃくちゃ刺さるんですけど、今回はエナが岸本に、向ける言葉が結構刺さりましたね。なんだったっけ、普通に正しく生きていればいいの、そうすればいい子な、ね、いい子になれるみたいなこと言ってましたけどね。ところどころね、サイレントに匹敵するセリフのうまさが光っているというか、なんか脚本家の技量といいますか、スキルというか、ポテンシャルが高いなって思いました。まあ、それに比べるとね、親睦ですよね。親愛なる僕へ殺意を込めて。あれ、ちょっとね、申し訳ないけど、脚本のクオリティが低いのかなっていう。このクオリティで親睦もね、作られていたら、もっと、面白い作品になっていたのになーってちょっと思うわけですよね。でね、今回も、岸本また悪夢を見てるんですけど、なんか過去にね、なんかいじめがあって、その被害者、どうもそのいじめの被害者が死んじゃってるみたいな、遺影みたいのが飾られているような悪夢を見てうなされているんですけど、どうなんですかね、岸本は加害者だったのか、それとも見て見ぬふりをしたのか、まあどちらかだと思うんですけど、まあ過去においてですね、中学か高校時代にいじめによってクラスメートが亡くなっていて、どうやらそこに絡んでいたそうですね。もしかしたら、なんだろう。本来自分がいじめられるべき人間だったけども、こう、何かしらの事情によってその人がいじめの対象になったみたいな、身代わりになっちゃったみたいなね。でその、例えば実は岸本がやらかしたことをこう周りの人たちが、その岸本ではなくてその人がやったと、みんな勘違いしてその人を総攻撃して、まあ、結局いじめというか、死に至らしめてしまったみたいな過去があるのかもしれないですね。要するに自分が岸本が真犯人で、まあそのことをみんな知らずに、勘違いして、まあ全然違う人を攻撃して、その人が死んでしまったみたいな。まあ冤罪ですよね。冤罪における真犯人的な立場にもしかしたら彼はいたのかもしれないですね。それだと面白いですよね。なんかそういう意味ではね。でね、実はこのね、斉藤正一がね、エナにちょっと連絡を取ってくるんですけど、まああるね、当時目撃情報があったらしいんですよ。目撃証言権が、被害者の女子中学生につきまとうなんか若いロン毛の男が、目撃されているっていうこと で、当初警察はその若いロン毛の男を追っていたんですが、まあ、途中から松本芳生がね捜査線上に浮上したので、まあ今度その若いロン毛の男の目撃情報はスルーして、松本にターゲットを絞ったらしいんですよ。だから斉藤正一としては、もしかしたらその若いロン毛の男が真犯人の可能性があるんじゃないかと、っていうことでね、この二人ちょっといい感じにまたなってるんですけど、まあこの二人はね、不倫報道によって、まあ浅香奈恵はね、報道局からこちらのバラエティに飛ばされちゃったんですよね。なんか路上キスをしていた、この2人は路上キスをしていて、処分を下ったのはエナだけだったという、まあ、彼はそんな彼女を守ってあげられなかったとなんか言ってるんですけど、まあ、実際この2人またなんかちょっと接近しそうな感じになってきましたね。ただね、どうですかね、今は彼は斉藤正一は、エナに対して後ろめたさというかね、引け目があるんで味方になってくれそうな感じなんですけど、また彼はねきっと手のひらを返すんじゃないかなと思うんですよね。実は敵対する、まあなんだろう、冤罪を否定する側に守る、要するに国家権力を守る側に入るんじゃないかな、回るんじゃないかなということで、まあいろいろとね、こういった今回こう現職の副総理大臣とかが出てきてますから、まあ、おそらく
圧力が、強力な圧力がかかるんでしょうね。そこに屈してしまうかどうかなんですけど、彼はきっとね、圧力に屈してしまうんじゃないかなと思うんですよ。で、その代わりそれを見て火がつくのがこのチーフプロデューサーだと思うんですよね。おい何やってんだよって、だったら俺たちであげてやろうぜみたいなノリになっていくんじゃないかな。それだとね、結構盛り上がってね、面白くなっていきそうですよね。で、今回ですね、まあなんとかこの浅川の、キャラクターもちょっと立てられてて、何かとこう餌食というか、なんかちょっとこう嘔吐反射が刺激されるみたいで、なんか今回もですね、この松本の話を弁護士から聞いてたらちょっとまた吐きそうになっちゃったっていうね、いうシーンもあったんですけど、どうですかねこれね、この設定いるかなみたいな、まあ浅川というキャラを立てるにはもしかしたら必要な、それに何かの伏線かもしれないですしね、これな、まあ、今のところちょっと何とも言えないんですけど、そういえばさ、前のドラマ、夏クールのドラマで、坂本雄二脚本の、初恋の悪魔がありましたけど、あれも冤罪でしたよね。冤罪事件扱ってましたよね。で、あのドラマでは冤罪が3つも同時に出てきましたからね。あれやばいよね、今思うと。あれ警察とか、あれねえ、冤罪が確定したじゃないですか。真犯人が上がって、で警察の人が犯人だったっていうことで、まあ、警察の人が犯人というか、まあ、息子が犯人だったわけですけども、あれそれによって冤罪が3つ確定しましたよね。あれその後警察どうなったんですかねとんでもないことになると思うんですけど、ねえ、中には、まあ、死刑、まあ、その分死刑囚はいなかったですけどね。あれで死刑とかが執行されていたら、これとんでもないことになりますよね。まあ、あのドラマはそこまではあんまりこう深刻にはね、その後の冤罪についてはあんまり描かれてはいませんでしたけども、今回は真正面から冤罪というものを、取り組んでますから、どうなるのかっていうのが気になるところではあるんですけど、まあ、あとね、やっぱり長澤まさみさん、キャスターの役で演じてるんですけど、なんかやっぱ本物のキャスターみたいっていうかね、さすがはこう長澤まさみ、やっぱり役者としてはすごいなと思いました。本物のキャスターみたいなね、感じしましたからね。で、あとね、不気味なシーンもありまして、岸本が一人単独ね、殺人現場、八頭尾山だと思うんですけど、八頭尾山の山林を調べていて、まあ、そこにはね、殺害現場には、まあ、いわゆる、お供え物とかね、置いてあるわけですけど、それを撮影していたらなんかゾワッときて人の気配を感じるんですよ。で、実際映像上ではね、誰かがその岸本拓郎の姿を見つめているっていうね、もしかしたら真犯人ではないのかみたいな、それを思わせるね、演出はありましたけど、どうなんですかね。そしてラストシーン、死刑執行のニュースが流れました。速報でね、3人の死刑執行が行われたと。その中に松本芳生が含まれているのかどうかまではちょっと分かんないんですけど、さあどうなってしまうのかっていうところで終わりました。はい、というわけでね、次回のあらすじはもう出てんのかな。あ、11月7日も出てますね。第3話、拓郎がファインプレー、新聞記者からの情報提供で、捜査関係者にたどり着いたエナは12年前の取り調べにある疑惑を抱きということで、これ12年前の事件なんですね。エナは一刻も早く松本芳生死刑囚の冤罪を証明しなければと焦りを募らせる。そんな中、弁護士の木村から新聞記者の笹岡真由美、あ、やっと出てきましたね、紹介された、エナと拓郎は新聞社が保有する当時の事件資料を手に入れることに成功。真由美は政治部の記者だが、聞けば一連の殺人事件の現場となった八頭尾山に思い入れがあり、事件について個人的に調べたところ、真犯人による犯行の可能性に行き着いたというっていうね、それこそ本当清水清さんの真犯人はここにいるでしたっけ、犯人はここにいるっていう本、ね、ルポルタージュがありますけど、まさにそんなノリですよね。強力な助っ人の登場に勢いづいたエナは、早速資料をもとに12年前に事件の捜査に関わった、法被署の刑事
平川つとむを訪ねる。ほう。しかし平川はすでに最高裁で判決が下されていることを理由に、犯人は松本で間違いないの一点張り。まあそれそうですよね。こんなところで冤罪なんて言うわけありませんよね。体制側の人間ですからね。実際に取り調べを行った刑事にも話を聞こうとするが、すでに退職して所在は不明だった。ところが2週間後、拓郎が思わぬ方法でその刑事の居場所を突き止め、エナは松本の自供を引き出したとされる山下守元警部にインタビューを敢行。確信を尽くす質問にどこか歯切れの悪い返答をする山下の様子を見て、エナは当時の取り調べにある疑惑を抱く。そして撮影した映像を拓郎と編集していると、編集室のドア越しに斉藤が中の様子を伺っていてか、今後このね、斉藤がどういう存在になっていく、彼らの助っ人になるのか敵対に回るのかってどっちなんですかね。僕はさっきから言ってるんですけど、斉藤はね敵対していくと思いますよ。ラスボスに近い存在に、彼らにとって、ラスボスに近い存在になっていくんじゃないかなって思いますね。あらゆる方法を使って彼らの調査をね、妨害していく。一見味方のようなふりはしばらくはするんでしょうけど、実は裏ではね、妨害していく立場にもあるじゃない。その代わりこのチーフプロデューサーの諸井が全面的な味方になってくれるんじゃないかなって。だから要するに、まあこのチーフとこっちのチーフのね、まあある意味、一騎打ちみたいなのもあるんじゃないかな。まあそうなるとね、この人間関係、やっぱり対立関係というか敵対関係がこういうふうに出てくるんで、これはこれでやっぱり面白いですよね。まあ要するに報道部がこの場合、体制を守る、体制側の人間。まあこちらが体制の矛盾や不正を暴く側の人間ということでね。まあでも面白いのは、この2つの人間、両方ともジャーナリズムなんですよね。まあ結局ね、僕がそういうふうに考えたのは、あえてですね、今回のドラマって、この浅川愛菜が情報バラエティに飛ばされてるじゃないですか。僕最初これ第1話の時にも言ったんですけど、この設定いるかなと思ったんですよ。だってほら、二度手間になるじゃないですか。ワンクッション置くことになるでしょ。こういうの調べようとか、事件のことを調べようと思ったら、結局報道局を通すことになるわけだけど、もともとこの人は報道局に行ったわけで、だったら最初から報道局の人間として、この事件を深掘りして追っていけばいいんじゃないのって僕は前回思ったんですけど、でもあえて今回この情報バラエティ部門にね、飛ばされているわけですよね。ということは、やっぱりね、こういう、相関図を作ったっていうことは、おそらく報道局とこのバラエティ部門の間に大きな溝といいますか、まあ、敵対関係ができるからだろうなっていうことで、まあ、報道局もなんだかんだ言いながらね、フェアではないですから、やっぱり国家権力から圧力がかかればね、まあ結局体制側寄りの報道したりしますからね。なので圧力かけられて、彼は体制側を守る、要するに冤罪を守る側の人間の、まあ、いわゆる急先鋒とかトップとして、立ちはだかる、要するにラスボスですよね。で彼らが、力を持たない弱い彼らが、力を合わせてこの報道部に立ち向かっていくという対立構造がやがて出来上がっていくんじゃない。今はね、今現段階ではまだちょっと味方っぽいですけどね。最終的には味方にはなってくれないと思いますね。その代わりこいつが敵かなと思う、対立してるけども、まあ味方になるんでしょうね。そういう流れは面白いと思いますよ。はい。さあそんなわけでね、このドラマのミステリーの部分の、要するに核は何かなっていうね、要するにミステリーの部分となっている謎は何かっていうと、まずはそもそも松本良夫が本当に真犯人なのかどうかということですよね。この事件の、真犯人なのかどうか、冤罪なのかどうかっていうのがまず大きなこの主軸となるミステリーの主軸のミステリーですよ。あともう一つはですね、真犯人、もし彼が冤罪であれば真犯人は誰なのかっていうね、まあ、これもまあ要するに、大きな二大ミステリーになってくるわけなんですけど、さあどうですかね。
このドラマ、このカンテレが今制作している、渡辺彩さんはですね、このドラマ脚本を書いてですね、いくつかのテレビ局に持ち込んだらしいんですけど、全て却下されたそうです。はい、やっぱり冤罪を暴くってことは結局このマスコミも大きく関わってるわけですよね。マスコミが煽って印象操作をして、この松本を悪人に仕立てて、要するにロリコンだとね、彼の性癖を、攻撃、まあ、こう悪く歪めて世間をミスリードしたわけですよね。もし冤罪であればですけど、それに大きく加担したのは警察でも何でもなくマスコミなわけですよ。マスコミが印象操作をしてこいつが犯人じゃないかと、世間の人たちをミスリードしたわけですよね。まあ、そういった実際に今までの事件でもマスコミっていうのはそういうことしてますから、テレビ局なんて最たるもんですよね。印象操作、例えばね、まあ、今回ねこの松本っていう名前からしてちょっと、ま、同じ松本で、まあ、全然松本サリン事件を思い出したんですけど、ほら松本サリン事件で、犯人とされた人いましたよね。なんて名前ちょっと忘れちゃったんですけど、あれ奥さんがねサリン事件で亡くされて、被害者にもかかわらずあの人が犯人じゃないかってマスコミが散々追い回してね、印象操作してまるであの人が犯人であるかのような報道をしましたけども、まあ、結局オウムでしたからね、全然違ったじゃないですかね。え、まあ、そういったこともね含めてマスコミっていうのはやっぱりこのドラマを作るにあたっては自分たちを総括するみたいな、このテーマで語っていくってことはね、自分たちがのこう振られたくない部分を触れていかなきゃ、ね、えぐっていかなきゃいけないわけですから、まあ、テレビ局としてはねやっぱり及び腰になりますよね。できたらやりたくないっていうのは気持ちはわかりますけど、ただですね、なんか今回プロデューサーの人がですね結構骨のある人で、キャストスタッフ、プロデューサーこちらですね、脚本家があやさんで、このねプロデューサーの佐野あゆみさんっていう人がですね結構骨のある人で、やりましょうと、私は、渡辺彩さんにねそんなお手軽な恋愛ラブストーリーなんて書いてほしくない、これでいきたいですみたいな感じで私説得しますから、書いてくださいみたいなこと言ったらしいんですよね。でまあカンテレで制作されて、今回放映されることになったということで、まあそれを引き受けるテレビ局もテレビ局でね英断なのかなっていう覚悟があった上でテレビ局もこのドラマをね制作放映を許したのかどうなんですかね。結局冤罪を叩くっていうこと、冤罪であるっていうことは国家権力を敵に回すってことですよね。まあ、いくらフィクションであるとはいえ、これはね足利事件がモデルな、明らかに足利事件をモデルにしてますから、まあ、結局いわゆる司法とかですね警察とか、まあ、そういう人たちを叩くドラマになってくるわけですよね。そうなるとやっぱり体制側からやっぱり政府側なり、からね当然圧力がかかってくるわけで、いやいやいやちょっとお前このドラマどういうことだよってね、そうなるとテレビ局もやっぱり及び腰になったりするから、まあ、政府の息のかかったまあ、スポンサーっていうのもいっぱいいますからね、いやこんなドラマにお金出せないよみたいなことを言い出しかねないわけですよね。そうやって圧力をかけてくるわけですよ。こうやってマスコミっていうのはそうやってね操作されてくるわけですよね。誘導されていくわけですよ、圧力をかけられてね、うん。まあ、結局政府系の CM とかもなかなかつかなくなったりしたらテレビ局としても困りますから、やっぱりね僕は忖度すると思うんだよね。テレビ局だって営利企業ですから、それは忖度してくると思うわけですよ、うん。まあ、今後ね、スポンサーなんかもちょっとお付き合いが難しくなったり、政府系のスポンサーもね難しくなったりとか、あと政府がいろんな情報をくれる記者会見とかね場を設けてくれ設けたりするときもちょっと冷遇されたりとかしかねないじゃないですかね。まあ、そうやって権力者側の人間、権力サイドの人間っていうのはマスコミをね
手玉に取ってきてるわけですから、誘導してるわけですから、果たしてこのドラマがですね、どこまで冤罪というものに踏み込んでいくのかっていうのは甚だ疑問ですよね。まずそもそもこれ前も言ったんですけど、どうですかね、これ冤罪でしたでいくんですかね。もしね、骨のある、これがこのテレビ局とね、プロデューサー制作陣が本当に骨のある人だったら、いや冤罪でしたと、じゃあなんでこんな冤罪が生まれてしまったのか、警察、マスコミ、裁判所ね、裁判官、やっぱり総括 しなきゃいけないってことになるわけですよね。あの冤罪だったと、冤罪だったら、はい冤罪でしたで終わりにするわけにはこのドラマいかないですよね。社会派ですから、社会派ミステリーですから、ドラマですから。じゃあなんでそんな冤罪が起こってしまったのかっていうことで、いろんなところ総括していかなきゃいけないわけですよね。まずそこまでね、まあ自分たちマスコミはね、まあまあまあ反省してますみたいな感じで描きゃいいんでしょうけど、例えば警察とか司法とかね、どこまで批判できるのか、体制批判できるのかっていうのもあると思うんですよ。で今回ね、このドラマの落としどころを考えた場合、まずは、まず落としどころとしては冤罪でしたと。松本芳生さんは犯人じゃありませんでした、真犯人は他にいましたっていうオチが一つですね。まずそういうエンディング。でもう一つは、いやいやいや、やっぱり松本芳生は犯人でしたとね、真犯人なんかいません、結局こいつがやってましたっていうオチですよね。そうなるともうこれが一番なんていうのかな、あの体制側の人間にしろマスコミ側にしろ、これが一番なんていうかありがたいですよね。だって反省する要素全くありませんもんね。あのこの人が犯人なんだから、結局俺たちのやってきたことは間違いないじゃないかって、裁判所も警察署も間違ってないんだから批判する必要ないよねっていうオチになりますけど、まあもし松本芳生が犯人でしたオチになっちゃうと、果たしてこのドラマを作った意義があるのかってことですよね。結局冤罪がテーマなんだから、冤罪じゃありませんでしたじゃ話にならないわけですよ。でもう一つのオチはですね、まあグレーですよね。限りなく冤罪なんだろうけど、グレーのままです、ちょっと分かりませんみたいなね。まあおそらくちょっと冤罪っぽい感じはするんだけど、それを確定することができませんでしたっていうオチですね。まあ、この場合はね微妙なんで、もしかしたらこの人犯人かもしれないし冤罪かもしれないから、さあどこ、まあ冤罪だったらちょっと総括しなきゃいけないけども、どうかなっていうオチなので、まあ落としどころとしてはこれが一番便利というか都合がいい落としどころですよね。まあ冤罪だったら作り手もかなり厳しくなっちゃいますよね。いろいろこうやんなきゃいけないことがあります。で冤罪じゃなくこいつが真犯人でしたオチだったら、正直作り手としては一番楽なんだけど、果たして作品としてどうなのっていう、いいもう作品として存在意義ないよねってことになっちゃう。単なる、単なるミステリーで終わっちゃうわけですよ。まあ、これはね作り手としては望んでないところだと思うので、それはしないんじゃないかな。となるとやっぱりですね、最終的な結論、落としどころとしては、まあおそらく冤罪なんだろうけどはっきりしませんわねっていう、まあよくある、例えば袴田事件なんかもそうですし、いくつかの事件ねありましたけど、二股事件とかね、いくつかの冤罪じゃないかって言われる事件、数多くの事件、もう明らかに犯人じゃないんだろうけど、でも彼を犯人じゃない、真犯人じゃないと、冤罪だと確定する証拠も乏しいみたいな、そういう落としどころをつけてくるんじゃないかな。結局林真澄と同じですよね、そういう意味ではね。まあとりあえず直接的な証拠はないけど、限りなく犯人だとしたらこの人かなみたいな、でも林真澄も冤罪の可能性結構高いって言われてますから、まあそんな感じでお茶を濁してきて、まあまあこういう事件は今後冤罪は起こさないように、マスコミも警察も検察も、裁判所も気を引き締めていかないといけませんねみたいな、そんな戒めでお茶を濁して終わるのがね、まあ、一番現実的じゃないかななんて思ってます。だから多分ねこのドラマ真犯人は、まあ、仮に冤罪だったとしても
真犯人も出てこない。まあ結局冤罪がね、確定しないから、真犯人は出てこないか、もしくはですね、この登場人物は知らないんだけど、僕たち視聴者ですね、要するに神の視点で俯瞰している視聴者には、実はこの人は冤罪で真犯人が別にいるんですよっていうことを僕たちには教えてくれるけども、彼らは一切知ることがないっていうね。世間はそのことを知らないで終わってしまうみたいな、まあそういう演出もあるのかなっていう。どちらにしてもね、中途半端なんだけど、まあ、ある程度ね、やっぱりテレビ局としても忖度しなきゃいけないでしょうから、そういう落としどころになってくるんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。はい。なので、考察すると言っても、犯人とか、冤罪であるかとか、手口とか、そういう考察よりも、むしろ、まあ、作り手たちの都合ですよね。立ち位置とか、思惑ですよ、思惑。そういった、まあ結局、まあ今どうなってるのか分かんないですけどね、実際このもうラストまで決まっちゃってるのか、それとも今、プロデューサーが、要するに上層部の人間とね、今折り合いをつけている真っ最中なのか、ちょっと分かんないんですけど、まだ第2話ですからね、まだ最終回までは行ってないはずですから、今、詰めてる真っ最中じゃないですかね。まあおそらく上層部としては、幹部としては、波風立たないようなドラマにしろよとは言ってると思うんですよ。でもやっぱり一石投じなきゃダメですよって。私たちこれジャーナリストとして、ジャーナリズムとして意義のあるドラマを作らなきゃダメですよって、権力に屈しちゃダメですよみたいな感じで、今上層部とね、折衝してんじゃないかなって思うんですよね。だからラスト決まってないんじゃないかな、まだ。わかんないけど。まあテレビドラマのね、事情っていうのもよくわかんないんで、まだ結構揉めているんじゃないかなとか思ってたりします。はい。そういったね、作り手の思惑とか、そういうのを考察していくドラマなのかもしれないですね。まあでもね、とにかく物語としても面白いんで、これドラマとして普通に面白いんで、引き込まれて、もう早くも第3話見たくてしょうがないですよね。これどうなんだろう、視聴率。すごく気になりますね。結構気になるような、もう次回が気になるような展開で終わっているので、視聴率はね、今後伸びていくんじゃないかなと。サイレントと同じで、今後右肩上がりでね、伸ばしていくんじゃないかなと思います。ただテーマが重いんでね、どこまで伸びるかっていうのはわかんないんですけど。さあどうなっていくのか、今後もね、視聴率を含めてね、このドラマを追っていきたいなと思います。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。それでは皆さん、バイバイ。